の芸人です。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラッシュやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、こちら最強生物カイドウ、はい、こちらを使ってやっていきたいと思います。はい、まあ何をやっていくかなんですけども、昨日ね、はい、こちらのメダル、はい、このリムメダルですね、はい、こちらのリムメダルを使って若飛びでやってたらね、まあかなりスガキのターン時間早いからね、はい、まあよかったねっていう話をしてたんですけども、カイドウはいかがですかと、カイドウでやって楽しんでますっていう方からねコメントをいただきましたので、いやカイドウ、ん？何？無敵をいっぱい撃てんのかこのバカ野郎という感じで思いまして、はい、とりあえず無敵バカバカ短縮してやろうぜメダルレッツゴーという感じで、はい、こちらとまずオデッセイなんで、はい、もうオデッセイのメダルなんて他と組み合わせることなんてまあ不可能なメダルになってくるんですが、はい、こちらクイーンメダル、はい、自陣の高のヘディにいるときスキル2のクルタイムを 13% 短縮していく、はい、ということでカイドウの無敵短縮ね、はい、でこちら何なのかというと佐々木メダル、はい、スキル1のクルタイムボロプレスも短縮していこうぜベイビーって感じですね。はい、で中身の方がですが、回避 7% スキル 214% スキル 114% という感じで、はい、まあこれをすればまあいつも以上にスキル2が打て、なおかつスキル1も打てんじゃねえか説、はい、そしてそれを検証してまいる。はい、それではですねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあさあ、ちょっと待って待って、あのシャンクスがまああの少なくなったから、まあ今の環境カイドウがね、まあ一、まあ最強のディフェンダーだって言いたかったんですけど、あのこれです、シャンクス夢で、もうそうやってね、わありがとうありがとうありがとう、このシャンクスよ、こういったシャンクスがいるからカイドウを使ってる人は救われてくるんです。皆さん知ってましたか。そうなんです、はいはい、まあ、痛いめっちゃ痛い、もうまた来た、こいつマジストーカーやんけ普通に考えて、なんやねん、ちょっと待って、何やお前も、何やねん、くんなし、マジちょっと待って、もうオッケー、お前アーゴン動かん、俺通常与えたらお前無敵短縮なんで、いやナイス、今のナイス、裏に隠れてからのこのスキルありがとう、本当にシェイ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 、あーキングさん、すごい、行きましょうか行きましょうか、あー私任せてください、はい、もう硬くなったからね、ある程度、はい、よいしょ、オッケー、ナイス、よしよし、オッケー、硬い、よし、オッケー、いや先生、よし、ここまで硬くなればもう別にあとはやらしてください、あ、ナイスキング、ナイスキング、はい、でトリギは無敵スキル、オッケー、フォローしていく、ナイス、全体フォロー、うん、これがね、ほんとね、気持ちいい、マジで、うん、この自分の読みとこの無敵のタイミングが被った瞬間、マジでノージルクラス、オッケー、よし、オッケー、はい、短縮していこう、通常与えて3、短縮、いや、一番最後のね、ダブダブダブ、当てたいんだが、あ、くんな、くんな、よし、ナイス、よし、オッケー、このボロブレスは何の、うん、めっちゃ意味ない、これ何のボロブレスか意味ないか、あ、ま、やば、よし、よし、どこ、オッケー、よし、旗の中で、おちんちん、よし、さあ、無敵でこれで延命していく、もうきついけど、もうそこそこ、いいね、よし、よし、敵ブック、まあこれ頑張って間に合うかな、うん、やっぱこれですよね、カイドウのいいところ、無敵があってからの延長、そしてやっぱり超過してるからかなり延長みたいなね、うん、結局アタッカーどもじゃ抜ききれない、これがカイドウの強さ、さあ裏行きましょうか、これは、はいはいはい、よし、もう十分、いやこれも抜けそうですね、オッケーオッケー、あ、まあまあまあ抜けたとしても私がここを抜きましょう、さあシャンクス来るかな、ワンパンされるかな、いやー怖いなあ、いるな、うわ待って、よいしょ、あぶっよしよしよし、よしこのままここを抜いてしまい、さあ上から落ちてくる、はい、で ここはオッケーナイスオッケー、バイバイ、おいい加減にしよう、よしよし、さあこれで抜けちゃった、オッケー、スキル1、オッケー、あぶで、はい、よいしょ、ちょっと時差のスキル1ね、はい、それで助けもらっていく、バイバーイ、よいしょ、これはさすがに来たでしょう、うん、ゴトリいける、で最後ここでやっていく、うん、おホールインワン、うん、ま、気持ちいいですね、ありがとう、さあそれでは続いてやっていきましょう、まあね、そう、無敵があるということは、そう、心に余裕ができるっていうこと、そうだから硬さにも大事、ただもうカイドウはもうぶっちゃけゲージ溜め切っちゃった、あむくん、ごめんなさい、あ、ちゃうシャンクスが来たと思ってたの、俺は違う、そういう、もうほんと味方ごめん、マジでシャンクスがもう、あ、また来たんだねって、まただねって、うん、
いつも通りだねって。ごめん、もうキングとヤマトやったら俺はよかった、ほんまにすまん、マジ。とりあえず毎回回ここに人参食べて、じゃあまあシーンはもうまあいいでしょ、シャンクスなんで、ね、まだ何も出来上がってないんでね、はい、これを出来上がらせてゆっくり、はい、後ろも溜めていきつつやっていこう。うん、まあ味方キング多いからね、もう旗取って取りまくると思うんで、はい、あとは俺の仕事は溜めまくれ、はい、溜めてからの解放。さあ一発目のスキルドッカーン、オッケー。トリギは全てをフォローしていく、この無敵、このタイミングよ、このタイミングね。そう、もう自らのために使わない、そう、僕は味方のために使う、そう、好感度を上げに行きます、はい、よしよし、いけクソ野郎が。これと通常でも通常の敵がね、あ、待って帰ろう、これやばいやつ、はい、おりょう、よしよし、んで、ちょっと待って、一回ね、下も溜まってない、よし、これでいい、大丈夫、まあ同時ブーストだから、おー、オッケー、さあさあ、裏、まあまあ、これで一回3発分当てとこうか、あんましゃあないけどな、はい、3発分当てといて、あとは、あれちょっと、よし、あとは任せました、よし、あー、もうその降りてきたキングは見ましょう、いや、カイドウ忙しいな、本当に、よいしょ、ナイス、ボールブレス、はい、回避使ったら、はい、ワン、ツー、スリー、はい、ゴー、これが当たるとでかい、これが当たると短縮でかい、でかい、よし、いけるぞ、はい、よいしょ、はい、で、回避、オッケー、ワン、ツー、オッケー、オッケー、さあ、初期当たためれた、あとは、まあ、この無敵がもうたまるんで、いや、でもやっぱり早いよね、早い、よし、あれ、飛ぶんじゃん、初期旗飛ぶやろ、お、飛べ、あ、飛ばへんわ、うわ、強っ、精神力強っ、メンタル最強、はい、よし、俺が殴ればいい、そう、殴ればいい、オッケー、でどこ行く、これどうする、取れる、ナイス、よし、あとは俺がここにいよう、そう、後ろはもうために溜めてきたからね、もうあとはもう味方を信じる、痛い、もうブースト来るからね、ブースト、はい、ワン、はい、トゥー、はい、スリー、はい、よし、いや、大丈夫、取らせません、私は、はい、いい回避使ったら、はい、ワン、トゥー、スリー、うん、アブイ、ワン、オッケー、ナイス、からの最後、無敵で、いや、この2、30秒で今溜まったら強いな、ナイス、完成、やっていきたいと思います。まあ今のところまあどうなんだろうかなっていう話なんですけども、あ、まあ硬さはね、やっぱりね、出来上がっちゃうとね、まあこれ中身もメダルの中身も全然完全なじゃないのに、まあやっぱり硬いってことは、まあキャラ特性が優秀、硬さの部分はいいってことは、このスキルによ、やっぱりこの無敵の時間、その無敵の時間があることによって心の余裕の時間が生まれる、これは非常にここだ、はい、ナイス、これ岩に取っていく、さあこれで当たっていくか、よいしょ当たっていく、ナイス、まあ、やっぱりこういう風に心の余裕の時間ができることによって、そう、プレーにも余裕ができる、そういうことなんですよね、結局、はい、ということでボロブレス、オッケー、ちょっと食らってくれた、オッケー、まあそれで貯めたらもう向こう行きましょうか、ちょっと待って、シャンクス怖いな、よいしょ、あ、スキル1番ある、よいしょ、ナイス、うわ、ちょっと待って、ここは C 試させてもらっていいかな、はい、まあでもちょっとロジャーじゃちょっと荷が重いんです、それ取らないで、いや、顔 OK ないです、まあ全部取っても、はい、そうですね、プラマイゼロでしたね、さあ OK でしょう、さあここ溜めてからのマルコがいる、じゃあここでボロブレス、はい、お前マルコなんやねん、お前もう先ついてくな。よし、まあ、だいぶ食らわせたから OK でしょう、まあ、これは握られても大丈夫、 OK、 ブーストなんで火力も上がってる、さあ、でも待って、もう角は なんでもうか切れてくれない、なんでよ、なんでせっこいって、まあ、なんだ、ハッカーめちゃめちゃ強ない、なんあのもうか強ない、普通の人よりめちゃめちゃ強いよしよし、これで通常ちょっと当てれたから、今かちょっと見れてなかったな、スキル短縮、まあ、とりあえず一回見てもらっていいですか、はい、ちょっと待って、あれ肉じゃない、ちょっとでも無敵はたまる、さあこれでも溜め切った、で無敵を撃つ、 OK、 さあ全体で守っていきますよ、 OK、 ナイス、ゴドリ、気持ちいい、さあここで真ん中いける、んで俺はボロブレスで、うわ、もうなんなんそれ、もうほんま、もうなん当たったら勝ちですよみたいな当たる勝ちですよってなんなんマジで、さあとりあえず、まあこちらブーストを呼び込めれる、じゃあとりあえずどうだ、いや、ナイス、バグアーム、オッケーからの、オッケー、山を倒していく、さあで、よしよしよし
よしよし、ここはキングが俺が見よう。よし、ワン、はい、トゥー、オッケーナイス。さあキング潰した、あとはマルコ、はい、でこれジャスカイ取っていく、オッケーナイス、バイバイ。とさあまあどうしようか。で大丈夫大丈夫大丈夫、ここはクイーンだから別にほっといてもいいんだが、まあとりあえずさ、オッケー、もう20秒、いや20秒大丈夫やろ。さあ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 、いや赤犬は大丈夫、よいしょ、うん、どこ行ってんの貴様貴様、はい、よいしょ、オッケー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 、でよいしょ、旗の中入って、よいしょ、よいしょ、OK、ナイスナイス、そうそうそうスマッシュブラザーズ、OK、うわ、今のジャスカちゃんがちょっと夢決めたかったけど、ナイスということですね、撮影終了でございます、ありがとうございましたと、はい、いうことで、まあ今回のこのメダルのセットなんですけど、まあ佐々木クイーン、まあこのね、リムメダルになってくるんですけども、まあ中身がね、こういった風になってるんですが、まあこれでね、スキル1短縮、これでスキル2短縮、通常攻撃で、無敵短縮と、はい、いうもので、まあスキルのね、まあね、やっぱりね、今までの対、例えばこのカチカチメダルとかね、はい、カチカチメダル、このゴロゴロメダル、まあこれに比べるとね、やっぱり早いですね、無敵の溜まり方もやっぱり早いですね。まあただね、まあこれを作って、まあカイドウのために作ったとしてもね、この他のキャラクターに使えないっていうね、まあその欠点があるんでね、でまあ別にこれにしないといけないかっていうと、まあ無敵ができるイコール、そうですね、はい、心の余裕ができると、まあこういう風にカイドウを使っていくのも俺は全然ありだと思いますね。はい、まあなんでぜひとも皆さんね、まあ検証結果は早かったけどっていう感じですね。はい、まあなんでぜひとも皆さんもよかったら試してやってみてください。はい、てなわけで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。